Huh?
なんでお前そんなに連れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。
ジョリは俺らにも素性を明かさん言うとるんです。それはさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てってんなら、鬼人会の会長さんには怠慢張ってもらうか。ジョリ、俺自分より弱いやつの言うことは聞けねえんだ。 お前ら手出すんじゃねえぞ。怠慢久しぶりでさ、俺ももうえらくなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。<笑>当たり前だろ。ただ、 お前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。ゾクゾクが止まらねえ。 Ha!
ざまだよ。俺もとんだま抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う。お前の名前はそんなんじゃねえだろ。お前は死んだはずの男だ。そっか。やっぱあれか。バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。 会長、一体何を？お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の竜。